僕が愛と出会ったのはちょうど10年前になります。その当時東京でサラリーマンをしていたんですけど、もう毎日忙しくて、本当会社と寮の往復ばかりで、ほとんど休みもなくて、でそんな中、もうせっかくできた休み、絶対これはしておきたいっていうことで、やりたいことノートっていうのをつけ始めたのが本当最初のきっかけになります。でその休みの日が、まあ、本当つけた直後ぐらいにすぐ来て、で見返して最初の1行目パッと見たら藍染めっていうワードが書いてあって、お藍染めかと思って、そこから東京で藍染めできる工房さんを探し始めました。で東京の西の方にめぼしい工房が一軒見つかりまして、よしここに行こうということで、朝早くから電車に乗って、もう本当楽しみ半分不安半分で向かったのを今でもこう鮮明に覚えてます。で工房に着くと職人さんが出迎えてくれたんですけど、その職人さんの手がもう真っ青で、でさらにこう工房の中に進めば進むにつれて、こう藍の匂いがすごい増してきて、もう初めての経験だったのですごいこうテンションが上がって、もうそこから無我夢中で体験したっていうのをすごく覚えてますね。でいざ染色ってなった時に、僕一応サラリーマンで営業職だったので、手が青くなると困るんじゃないですかってので手袋を渡されたんですけど、ちょっと食い気味に、いやちょっといいです、素手でいきますっていうふうに答えて、素手で染めさせてもらうようになりまして、で実際こう染色液に手を浸した時に、本当に言葉ではこう言い表せないくらい、こう雷に打たれたような感覚に陥りまして、でそれと同時に、その生まれてきたのはこう愛をしなきゃいけないんじゃないかっていう、こうちょっとした使命感もすごく覚えるようになって、で染色した後にまたその染色した布を水でさらうんですけど、またそこでも綺麗な青が出てきて、もうこんなに心を揺さぶるような経験をしたっていうのは本当に初めてだったんですよ。でそこから本当に愛に取り憑かれちゃいましたね。どうも体験した藍色はタデアイという植物の乾燥葉を発酵させてスクモという染料を作って、そのスクモをまたさらに発酵させて染色液に仕込んだものらしく、日本古来からある日本独特のもの藍色であるということが分かりました。このスクモを製造している一大産地が徳島県っていうことが分かったんですけど、またさらにこの藍の業界自体がその後継者が本当少なくなってて、先細りしている業界っていうことも一緒に分かったんです。でこれはこんなに素敵な業界なのになくなっちゃうなんてもったいないと思って、どうしてもその愛に携わりたくなる気持ちがこう日に日に募ってって、まあ、体験してから4日後には辞表を提出しちゃってたんですね。ちょっと今思うとゾッとしちゃうんですけど、でその中で愛を学べる先を調べてたところ、この徳島県の上板町というところで募集している地域おこし協力隊っていうその募集を見つけたんですよ。でその内容が、その藍産業の次世代の担い手とその PR をしてほしいっていう内容で、もうすぐ問い合わせをかけたんですね。着任してから1年間は研修に出てもらいますっていうふうに担当の方に言われたんですけど、その研修先がなんとその僕が初めて体験した藍染め工房で使われてるスクモの染料を作ってる場所だったんですよ。うわこれはと思って、本当に運命すら感じて、でここに行けるならと思って、まあ、応募をして、そこからトントン拍子に受かって、で気づいたら染色を体験してから4ヶ月後に徳島に行くことが決まっていて、でようやくそこから僕の愛人生がスタートすることになりました。当時から藍業界は分業制になっていました。タデアイを栽培して
スクモを製造する愛知さんっていう職業と、その愛知さんからスクモを購入して染色液を仕込んで、さまざまな染色技法で染めを行う染め師さんっていうのに大きく分かれてたんです。で、徳島県だけでも染め師さんはたくさんいるんですけど、愛知さんとなると5件しかいないような状態だったんです。で、販売価格もその労働の労力に見合わない価格っていうのもあって、新規参入するような人も全然いない状態で、で、その当時まだスクモ自体は愛知さんから購入することはできた状態だったんですけど、明らかにこの先このスクモの供給が追いつかなくなって手に入らなくなる時が来るんだなっていうのはもう目に見えて分かっているような状態だったんですよ。この問題を打破するためには、今までこう分業化されてた愛師と染師っていう職業を両方こなすしか選択肢がなかったんです。ただもう前例がなかったので、当然周りからは否定的な意見ばかり言われました。でもそんな中思ったんです。何にもないってことは何でもありってこと。むしろ自分で栽培からスクモを作って染色まで行えるっていうことは、自分自身の色を作れるわけなので、唯一無二の色で制作活動ができるっていうふうに思ったんですよ。で、当然全工程に対して自分で向き合うことで責任もしっかり取れるし、一つ一つの作業に対して思いを持って取り組めるなっていうのもすごい思ったんです。で、その自分で取り組んで作った色が暮らしに馴染んで、何百年も残ってほしいっていう思いがすごい、なんだ、強く思うようになったんですよ。で、まず取り掛かりにこの業界の取り固まった何ていうんですかね、暗黙の了解とか、海外へ向けて発信していくとか、ちょっと閉鎖的な部分をいろいろ壊していこうっていうふうに思い始めたんですよ。で、またそうやって新しいことをしようとするたびに、無理だとかやめておけとかって否定的な意見がまた出るんですけど、もう2回目なんで、もうその時にはむしろこう言われた方が、じゃあやってやるぞっていう気持ちにもなるし、だんだんこう面白くなってきているような状態でした。だんだんと活動していくにつれて、その活動に共感して面白いと思って発信してくれる人も徐々に増えてきたし、そんな状況の中でちょっと海外でニューヨークで藍染めのワークショップやってみないかなんて声もかけていただいたこともあって、で、果たして日本のこのスクモが発酵して液を作って染めるっていう独特のその技法がどこまで海外で受け入れてもらえるのかなっていうのがすごく疑問で不安な部分でもあったんです。ただやっぱり業界的に国内でもちょっと動きづらさを感じていた時期でもあったんで、いや、これはぜひ挑戦したいっていうやっぱ思いの方が強かったんですね。で、実際そのニューヨークに行って藍染めのワークショップを開催してきたわけなんですけど、もう思った以上に反応がやっぱりすごくて、で、日本だったら、あ、綺麗ですねとかちょっと控えめなんですけど、やっぱ海外でやるとそのリアクションがね、こう、お前がお前がお前がみたいな、すごいいいリアクションで、やっぱこっちも嬉しくなるし、あとはその畑から色まで作るっていうそのプロセスに対してすごくその思いを汲んでくれた、そのやっぱり意見がすごい嬉しくて、で、やっぱり自信になりましたね。で、向こうだとやっぱりいろんなアーティストさんとか、いろんなご職業の方とか、いろんな人種の方とかお会いする機会だったり、お話しする機会っていうのもたくさんあって、で、今まで日本でしか活動してなかった僕にとっては、いろんな人と意見交換したり話できたり、そういうことができて、やっぱりすごくこうこれからものづくりしていくのにいい刺激になったような時期でもありました。
まあ、自分たちの活動の中で、まあ、国内外通して展示だったりワークショップでどんどんとこう活動を積極的に行うにつれて、やっぱ自分たちのその藍色っていうのがすごく広まってきてるし、やっぱ認知度も上がってきてるなっていう実感はすごい感じてました。ただ一方でやっぱそうやって動き回るとやっぱ忙しくなる部分もあったり、あとはその会社化をして人手を増やしたりってしたこともあって、やっぱり現場から離れる時間っていうのがすごい増えたんですよ。で、まあ、現場 の, その最前線で手を動かして自然とか微生物と対応しながら色を作るっていうことが本当できなくなってきていて、でそこにすごく違和感を覚えたりしていましたね。でだんだんとそのなんていうかこう鼻も伸びてたんでしょうかね、こう調子に乗っていたじゃないですけど、まあ、地域の人とか今まで応援してくれた人に、あらなんだかこうしらじらしくなっちゃったわねとか遠くに感じちゃうわねっていうふうに言われたりもして、なんか今思えば本当にその謙虚さとか感謝とかそういう気持ちも当たり前のことなんだけど、そういうのもなんかこう低下、思うことが低下してたんじゃないかっていうか、そういうのはすごく感じました。でやっぱりそういう思いが重なっていくと、やっぱ本当に大事にしたい、自分の中で大事にしたい思いっていうのがどん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 やっぱり再認識していくようになって、でそこで、まあ、団長の思いではあるんですけど、その会社を辞めてまたゼロから再出発しようっていうふうに決心して会社を抜けました。でまた新たに自分の思いに沿った会社を起こそう、色作りしていこうっていう中で、まあ、またゼロから1を作って、また1から10に育てていくっていう活動をしなきゃいけなくなるんですけど、またその中でやっぱり一人ではできないこともたくさんあるし、またそういう思いに戻ってきたからこそ応援してくれる地域の人だったり、あの仲間だったりっていう人が力を貸してくれて、でようやく思うような形で活動ができるような体制にできたんですけど、やっぱり改めてそのいろんな人に謙虚さを忘れるなとか、初心忘れるべからずとか、感謝しなさいとかってずっとちっちゃい頃から言われてきたんですけど、やっぱそういうとこが何かのきっかけでこう失念するじゃないけど、それをなんかまた30過ぎても痛感したというか、30過ぎてようやく分かったような感じで、自分がこうやって愛に関われてるのもいろんな人を応援してくれる人だったり、そうやって支えてくれる人がたくさんいるから、僕はこういう思いで愛に取り組んでいけるんだなっていう風な環境があるっていう風なのをつくづく思って深くこう反省しました。改めて藍色を探求していく中でたどり着いたのはやっぱり農業の部分でした。土作りだったり栽培する過程っていうものがやっぱり藍色の色が始まるスタートだなっていうのがやっぱり今一度再認識したんですね。でもちろん毎回栽培する葉っぱっていうものは天候にもよるし、いろんな条件下で出来不出来が変わってくるんですけど、当然それを材料にして作るすくもっていうのは大きく材料に影響されるじゃないですか。なのですくもっていう結果、色としての結果を見るよりも、まずはその前のすくも作りっていう、その農業の部分にしっかりとフォーカスして、その過程をしっかりやっていくことでいい色につながるっていうふうに考えたんですね。毎年大変な作業だとは分かってはいるんですけども、やっぱり環境なので、同じ環境っていうのはやっぱ自然とか微生物によって訪れることはなくて、全く違う環境に毎年なるので、それがすごく新鮮で楽しみでもあります。自分が描いた夢に向かってやっぱ挑戦していく過程で
やっぱ幾多の障壁っていうのは多く訪れるとは思うんですけど、その壁の越え方っていうのは本当に幾通りでもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、その序盤に言いましたけど、何にもないっていうのは何でもありっていうことだと思うんで、でやっぱりもう一個思うのは、やっぱ謙虚さとか感謝とか初心忘れるべからずとか、いや人生毎年1年生とかね、なんかそういう本当当たり前のこと羅列していくと、本当ちっちゃい物心ついた時から父ちゃんとか母ちゃんにうるさく言われてきたような当たり前のことっていうのが本当に大事なんだなっていうのはつくづく本当に身に染みて感じます。で自分自身もまだまだその夢の途中であるので、この教訓を胸に刻んで忘れずにこれからも活動していきたいっていうふうに考えてます。その中で生まれた愛が人々の生活に根付き、自分が死んでも残るものになっていってほしいと思います。